散歩をしろと言われてきたんですけど、おかしくないですか。今ここですよ、私通ってんの。4階とか書いてあるし、4階まで歩かされるって散歩じゃないですよね。なんかいつも私の扱いこんななんですよね。おかしくないですか。まだつかない、まだつかない、結構上がってきてますよ。だって4階まで来てるから。やっとついた。ちょ、マジですか。もうとりあえず、上まで来たので、もうオープニング行きましょう。どうも皆さんこんにちは、第58回目となりますソロ散歩、担当させていただくのは、私ドラミです。さあ、今日ですね、私がどこに散歩をしに来たかと言いますと、屋上となっております。とっても風が強いです。本当にね、毎回こんな扱いでね、おかしいよね。だって散歩って普通どこ歩きますかとかみんなに相談するのに、ここ歩いてくださいって言われた先、壁ですから。でもただ階段しかないとこですからね。で、どこの屋上に来たかと言いますと、群馬県にあります、善と太田店さんですね。こちらの今ですね、屋上に来ております。さあ、でこの番組は、実践人それぞれがこう企画を決めて、テーマを決めて、それに沿って実践をしていくというものなんですが、私ですね、今回はちょっと皆さんの力を借りて実践をしようかなと。で、それなんですけど、まず朝一何言ったらいいのかを事前にもう聞いております。あのツイッターを見てくれた方は分かるかもしれないんですけど、事前にですね、ツイッターの方に、何から狙うのがいいと思うっていうので、ノーマルタイプ、 ART 機、 AT 機、ちょっと画面に出てるかもしれないんですけど、聞いた結果ですね、 ART 機がいいんじゃないかと。ただ、まあ、結構接戦で AT 機も食い込んできてて、これ300票ぐらいもらったんです。本当に皆さんありがとうございます。では今日は皆さんの力を借りてですね、最後は出玉ホクホクして帰っていきたいと思いますので、皆さん最後まで応援、まあもうツイッターで聞いてるんで後日になっちゃってるとは思うんですけれども、気持ちは応援してるつもりで見ていただければと思います。できれば新しいところの番長3を打とうかなと思ってたんですけど、ちょっと番号が136番なんですよ。ちなみにこれ140人中だったらしいです。ここ番長3ですね。え、奥もしかして空いてるとこあるかな。なくて空いてないんだな。あ、空いてた。え、これ空いてるよね。大丈夫だよね。何も置いてないもんね。空いてた。滑り込み。はい、ではですね、オフ番長3の方を、まあ、だいぶ滑り込みだったんですけれども、あれ1台2台ぐらい空いてるなというところをなんとか確保することができましたので、こちらからスタートしていきたいと思います。で、まあ、朝一ですね、設定変更されていると通常、だと200回でこのベルの回数が200回で、天井なんですけど、それが128回に回復を、されていたり、今対決に早速行ったんですけれども、これ一発目の対決が設定変更されていると 10% で勝ってくれて、さらに勝ったら、勝ったらなんですが、50% で、80% ルートに接続をしてくれるという恩恵があるんで、結構朝一のこの一発目の対決だいぶなんだけど、まあまあまあ何も出るとか聞いてなかったですからね。結構、登場と同時にコメント
方もいまして、まずは夢を見れて大躍動しないところからどうですかって言ってたんですけど、比較的躍動をしやすい、その代わり夢もでっかい、最近の ARTG の中で本当にずば抜けて夢は見れる台に座りました。大やけどの可能性もその分ちょっとあるかもしれない。あとはね、結構ノーマルとかそうコメントくれてる方は結構ノーマルをしてる方が多くて、あのパーセントで言うとノーマルが一番少なかったんですけど、ね、まずはノーマルプレイでとか、あとはねクレアの非法前でも打ちながら周りを偵察して良さそうな台があったら移動でどうでしょう、これはあの立ち回るやつですねっていうのとか、結構コメントくれた方ノーマル系がね多いんですよね。
最低最低だと思う。故障2回のはずなんで、ここから復活ってないんですかね。どうなんだろうな。とりあえずレバーを。なんか嬉しいような悲しいような、まあいいか。絶叫に行ったってことで、まあ、傷、特に5の可能性が結構高くなりましたかね。まあ1回だから何とも言えないですけど。対決あるとかだったと思いました。確かなんですけど。おめでとうございます。隣のお客様がですね、ロングフリーズしてます。超バッチョボーナスだ。いいなぁ。あれも聞いたことないです。とりあえず、私今の時点では打ち方的にもたどたどしいので、そんなに聞こえてないの皆さん察してると思うんですけど、超バッチョボーナスもそうだし、絶叫対決も今日初めてだし、言ったら多分設定録見たことないと思います。すごい分かりやすいらしいです、設定録は。あれですね、あれですね、隣の方の今ギリギリしてるんですよ。ジャンプ対決してるんですよ。あれをやりたい。
運動とかしなくていいんじゃないですか。やっぱ自分が普通の人とこうやって競合してちょっと見せなきゃいけないっていうのが見せなきゃいけないんですけど、普通に普段教えてる時は腹筋で腹筋に行っちゃってるんですけど、あと買い物行った時とか、あのお仕事をする時はさすがにね、あの化粧をしなきゃいけないなと思って、まあ、今日もそうですし、あのするのがちょっとめっちゃ怖いなっていう、男性の方いいなっていうのがありまして、あのやっぱ上半身裸とか特に好きになれるじゃないですか。ああいうのも楽だし、今日もズボラ人間なので、やっぱこの人の方が楽だったなって思いますね。ティックトックがかなり良かったのか、
これ。となるとあるやつはないんですよ。なんですけど、なのでおそらく時ストック
次戦が終了しましたので、他の方の次戦の様子の方を、見に行きたいと思います。この辺りが別にセルフ発見外戦か外戦コーナーが空き台がないな全然ないな別にね置かれてる人がかなりいてあとはさっきのサラリーマンサラリーマンじゃないバンとグリーンがなんか2種類に結構台数が多いと分かれてるんですけど発見を使ってる人がいたりとかあとこの辺にも別釣りしてる方奥にもちなみに、カメラの足が奥にはあるんですけど隣の方が別釣りされてためっちゃ出てたの知ってるずっと隣でしたもんとかあと真後ろやっぱり絆もう朝から結構人気でバズり好きな別釣りをされてる方がいてで別組みされてる方が小屋カウンターをちゃんと使われてたりとかしてるので推測要素的にもいいのかもしれないはい、回った感じやっぱり台数多くて人気っていうそれこそ、バンチョ3とかバジリス絆とかはもちろんなんですけど結構全体的にお客さんがついてるんですねってことはおそらくいい台もあるからこそついてるっていうことだと思うので、ノーマルとか AT とか ART とかそういうのをどれかっていうわけではなくて全体的に良さそうな台があるんじゃないのかなっていう感じでしたねはい、終了しました。今日はもうかなりこうね、いやこれちょっと微妙かなっていう時間も訪れずにね安定をしたこう実践ができたんじゃないかなと思います。それもこれもやっぱり皆さんが朝 ART を打った方がいいんじゃないのって言ってくれたおかげです。ということで早速結果いきたいと思います。投資がですね376枚で回収が現時点で一度流しました3677枚でしたのでプラス3301枚とかなりのプラスになることができました。そして一度流しましたというのがまだ今 ART 中でストックが目に見えてるものでもあと8個かなちょっといろいろ帰りのね都合とかもあるのでちょっとどこまでというのは言えないですけれども下手したらまだまだ伸びるんじゃないかなという状態で、終わっております。で、肝心な、台としてどうだったのかということなんですが、推測ツールの方ですね今画面の方に出ていると思うんですが最後はだいたい 55.5% くらい、半分くらいが設定6ですよというふうな、ツールの結果になって終わることができました。ちょっと5なのか6なのかっていうのが自分の中で怪しいところにはなってるんですけれどもどっちかに座れた可能性は高かったんじゃないのかなというですね結果になりました。でいろいろ途中で聞こうと思ってたんですけどね台どうしたらいいですかというのそんなのを聞く必要もない台に1台目におかげさまで座ることができました。そしてですね、これもおなじみになってるんですけれどもこの番組、パチマガスロマガチャンネルの方ですね、番組登録をしていただくと、情報の方ですね更新したよっていうのを、お届けしたりとかあとは番組の感想文のところからいろいろ送ることができるので、誰出てほしいよとか、今日私ちょっとツイッター企画みたいなのもやってみたんですけどこういうのやってみてよっていうのがあれば、それを実現することも必ずではないかもしれないけれどもできるかもしれないのであったら、そちらの方にコメントをいただければと思います。ということで結構スロ散歩でこうやってちゃんとエンディングやらせていただくのが久しぶりのような気がします。これも、いっぱい出せたからだと思いますので、次回もですね、他の人が、出る次回は他の人が出ると思うんですけれどもまた私が出る時があったらこうやってちゃんとエンディングを撮ってもらえるようにですね頑張っていきたいと思います。皆様本当に今日は協力ありがとうございました。またやることがあったらぜひ投票してください。